皆さんこんにちは、みなです。いつも英語英会話1日ごとご覧にありがとうございます。では今日の表現いきましょう。2回言うので何と言っているか、そしてどういう意味か当ててください。じゃあいきましょう。You're so naive. You're so naive. OK、では答えです。答えは You are so naive です。naive は日本語だと繊細みたいな感じで使うんですけども、実はそんな使い方しません。世間知らずとか騙されやすいとかそういった感じですね。の使い方をします。なので、すぐにこう、いい人だと思ってすぐ信じちゃう人っているじゃないですか。一応そういう人はナイーブという感じのくくりに入ります。Okay? あとは例えば、同じ会社にあまり評判の良くない人がいて、その人がすごい優しいことを言ってきてくれたんで、あの人いい人なんだっていうのはナイーブですね。Okay? っていうふうになります。特にその人の後で騙された場合とかはナイーブ。You're so naive!あの人がいい人のわけないじゃんっていう感じの使い方です。OK? なので、結構その、日本語と英語の意味が違う表現、単語ですよね。なので、これもなんかレッスンで一回言われたんです。My friend is so naive って言われて、Oh, really? I'm so sorry みたいな感じになったんです、僕としては。そんななんかすぐ騙されちゃうというか、すぐ信じちゃうみたいな感じかな。だったんですね。で、そしたらなんか話を聞いてると繊細な人っぽいんで、あれと思ったら、実は日本語だと日本語の感覚で使ったのか。で、バイリンガルは慣れてくるといいんですけど、最初はその英語の単語は英語の感覚で思っちゃうんで、そっちが先なんですよね。Okay? なので、そのなんだろう、まあいいか、そのバイリンガルの話は。なのでとりあえずナイーブは騙されやすいとか、世間知らずみたいな感じで使うことが多いので、そちらで覚えておいてください。OK? OK。でも最近思うんですよね。どっちがいいのか。騙す方になりたいか、ナイーブの方になりたいか。難しいんですよね。でも今思うと、小学生、中学生ぐらいまで僕、そういえばナイーブだったんですよね。いい人がいる、この人いい人なんだと思ってたら、いや、実は裏があったみたいなことを中学生ぐらいかな、高校生ぐらいからね、で初めてこうなんか感じて、それからですかね、世界に対する見方が変わったの。世界、なんで人生っていうんですか、なんですかこれ、この現実かな、現実に対する見方がどっかでこうガラッと変わったんですよね。いい話なのか悲しい話なのか分かんなくなってきますね。まあいいでしょう。じゃあ発音いきましょう。発音やるとこうなんかテンション上がってきますからね。いや、OK。じゃあいきましょう。こちらです。You're so, you're ちょっと押さえてください。You're so で口をこうですね。naive ブルーレットで閉じます。OK? naive いいですね。OK? じゃあ行きましょう。つなげていきましょう。You're so naive. You're so naive. You're so naive.ちょっと間詰まりすぎて分かんない、リピートできなかったと思うので、もう一回いきましょう。You're so naive. You're 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 so naive. Very good. いいですね。僕一応これが今一番しっくりいったんですけども、皆さんはその自分の動きを何だったらしっくりかなっていうのを自分の中で探してみてください。Okay? Alright, so thank you very much for watching and please watch my next lesson too. Okay, take care guys. Bye!